中日ファン、何これ。何もない試合。大野と菅野の投げ合いで始まった今回の試合。大野も5回に失点と最低限の仕事をしたが、打線が壊滅的に打たず終戦となった。チャンスを作った場面もあったが、あっけなく凡退してしまった。打てなくても監督の責任になるからな。いつも貧打で相手投手を助ける攻撃ですね。逆転しない程度の反撃もできないのかよ。併殺と三振を量産する素晴らしい打線。普通に選手の能力が低すぎる。板山の覚醒期はもう終わってるぞ。山本使った方がマシです。菅野アレルギーにも程があるわ。やっぱり菅野と大野は違うんですね。アラーの DNA が受け継がれてるからな。昨日の再放送でもしてるんですか。前回の負け試合をもう一度再現してくれる素晴らしい球団。見逃し生配信の完成です。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひよろしくお願いします。